皆さんこんにちは、ダイタラです。いないでゴーギャラクシーやっていきましょうか。さて、今日は第3章からかな、多分。お台場サッカーガーデン、お台場サッカーガーデン。あ、なのに、お客さんサッカーガーデンにみんな遊びに来たのかな。ね、ディズニーランド行くみたいな。客少ねえな。パラパラってしすぎやろ。いや、降りてくの遅えな、おめえら。ね、誰だこれ。ね、てん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 。オールバックの方ですね。なんか誰か連れてるね。悪い奴らじゃね、これもしかして。新しい敵かな。さて、サッカーのとこでいつも練習中。あの角度なら、瞬き君が右からかわす確率は 86%! ってことは、右に行って、はい、止めらんなーい。あー、貴様待ちなのに。体がついてこないですよね。さあ、みなほ。まなべ、やっぱさ、運動神経やばいんじゃねえ、大丈夫か。さあ、みなほ。みなほ、まなべあたりがまだね、主軸になってこないからね、ストーリー。いつ覚醒するんでしょうか、この子たちは。任せてよー。運動神経いいの？いいぞ、みなほ。みんなどんどん上手くなってる。連携も取れるようになってきた。はじめはどうなるかとかと思ったが、シン様、てんてんてん。まだ文句言ってる？シン様、プープー。さあ、まなべ、お上がってきた。じゃあ、森村さん？えい！さあ、コノハちゃんに行って。あー、さあ、ボールは？え？あや。なんで逃げるんだよ！あ。はー、またかー。コノハちゃん、運動神経悪い。すみません。なんでコノハが選ばれたんだろうな。森村。草加くん、怖がってんです。うちにはわかる。うちと同じ、怖がってる。本当の強さとは自分を恐れているものに向き合えることだ。森村に言わなきゃ、俺は、自分が何を怖がっていたのか気づけなかった。ね。この葉の森村ね、森村のおかげで、まあ要は、草加は、目覚めたからね。ええやつや。あいつは俺のことを分かってくれた。俺もあいつのことを分かってやりたい。おい、いいのか？お前には、別の女がおるやろが、草加。エピソード4。はい。お、マッハタイガー。次、タイ？タイって今まで戦ったことなかったよね。ねえ。楽しみやな。新しい国だ。僕たちの練習、なかなかいい感じになってきたんじゃなーい。へぇ？でも、運動量は 27% 増えてる。体力がやばそう。やっぱいいぜ、体動かすのは。ケスカド。なに？シン様。だいぶ、動きにキレが出てきた。だが、まだまだ甘い。スピードが落ちてるぞ。え？スピード？もっと前出ろ。ああ、シン様がアドバイス？マジか。でも、シン様は空気を悪くしそう。シンドさんがアドバイスした？みんなのことちょっとは認めてくれたかな？なあ、森む、ん？なんだ？おばちゃん来たで。あんたたち、今日の練習終わったの終わったの？晩ご飯の準備ができてるよ。今日はカレーなのよ、カレー。手やったら食堂おいで。何日カレーやねん。おばちゃんのカレー大好き。行こう、このは。うん。ああ。はあ、草が声かけられず。仏の草か。ね。いや、女の子は多少苦手なのか。なあ、なんだそりゃ。よし。では、おばちゃんのカレー食べに行きましょう。俺もカレーは好きだよ。毎日3食カレーでもいいよ。3食カレーはちょっとしんどいな。あれ、どこ行けばいいんだ？ホームエリアの食堂に行こうか。ここ。はい。で、食堂はここの下が、宿舎がこの上だったんだね、ホームエリアの。あー、飯、ここか。飯の時間だ、カレー冷めちゃうよ。さあ、座った。腹減ったなー。外で食うカレーもうまいよね。それじゃあ、担当、お上がりー。あーす。みんなやっぱ固まって仲いい人たちと食うね。あれ、みんなほと、まなべくん一緒じゃないんだね。はぁ、お腹いっぱい。おばちゃんのカレー美味しいもんね。つい食べすぎちゃう。鉄角。どうしよう。じゃあまた後でな。ええー。仲悪くないのかな、やっぱみんな。コミュニケーション能力って大事だもんね。アスリートには。じんちゃん！え？パパママ？え？あれはまなべくんの両親か？どうしたんだ？じんちゃん。パパもママも本当にびっくりしたのよ。海外から戻ったらじんちゃんがいなくなって、あ、このオールバックのヤバそうな固めな人って、まなべのパパママがね、
一体どういうつもりなの？スポーツなんかかまかけたらお勉強おろそかなっちゃうでしょ。教育ママや、この人も教育ママ多すぎやろ、この世界わかってるよママ。でもねえ、僕がいるのは日本代表だよ。そこでプレイした実績は経歴としても決してマイナスにはならないよ。それはそうかもしれないけど、肝心のお勉強が。玉蹴りなんかのどこがいいんだ。そんな無駄なことに時間使うやつの気が知れん。ねえ、だが始めたものは仕方ない。急にやめるわけはいかない。適当なとこで辞退して戻ってきなさい。はいパパ、言うことはそれだけだ。行こうかさ。じんちゃん、できるだけ早く帰ってくるのよ。メガネっ子一家ですね。うん、移転したんでしょうか、目の悪さは。みなほくんどうすんだろう。ね、人間観察大好きだから。うわ、悩んどるぞ、ほんと。真鍋くん。そうだ、乗ったれよ、みなほ。はぁ。が来た。おっす。やぁ。みなほくん、お前らのコンビ、仲良しやな、ほんま。真鍋くん、さ、サッカーやめちゃう？さっきの話聞いてたんですか？うん。真鍋くんはなんでこのチーム入ったの？監督から出された条件って、もしかしてお父さんとお母さんに関すること？え？なんだろう、条件。やっぱそうじゃないかと思ったよ。実は嫌いとか。一人暮らしするのが条件？うえ！マジか。僕の参加条件は、親から離れて暮らす。裁判の手続きをしてもらうことだ。え？親から離れて暮らす？そんな嫌いなん？うちのパパとママ、パパは世界中を駆け回る一流商社マンで、ママはバリバリの外交官。二人ともいわゆるエリート。いや、スーパーエリートやんけ、それ。僕は、ずっとあの二人に監視されてきました。勉強、勉強って、常に優等生であることを強いられ。大変やな、真鍋くん。小学校の時は家に帰りたくないから、いつも塾に残って勉強していた。親なんてみんな、自分の価値観を押し付けて子供を支配することしか考えていない。それは違うと思うな。少なくとも僕の父は違う。僕の父は、僕の意見を尊重してくれたし、やりたいことをやらせてくれた。いい親だったんだね、みなほの父。全力で応援してくれたし、うまくやれたら褒めてくれた。僕を支配なんてしてこなかった。いいな。僕の父は、警視庁の刑事だ。刑事さん？洞察力に優れていて、どんな小さな手がかりも見逃さない。日本のシャーロック・ホームズと言われて、みんなに尊敬されてるんだ。ね、毛利小五郎やで、多分。本当かな。僕の父は、いや、夢はいつか父のような刑事になること。チームへの参加条件もロンドン警察、スコットランドヤードの、ね、見学なんだ。やべえ、ね、ロンドンに行くのか。ね、レイトン教授は夏まるところ。へえ、何ですかそれ、僕への当てつけですか。え、君の家庭は僕とと違っていい家庭だって言いたいんでしょ。いやいや、そういう意味じゃないよ。悪いけど失礼するよ。あ、怒っちゃった、真鍋くん。今回のね、あの回で、真鍋と、ねえ、木の葉ちゃんが覚醒すんのかな？ワンちゃんみなほも。いろんな人がどんどん成長していくぜ。さあ、次の日の朝。ふむ。おはよう。いきなり全員集まれたら何の用だと思う？ふん。まだ怒ってんの？何それ、昨日のことまだ怒ってんの？ねえ。根に持つタイプやな。真鍋くんもこのぐらい子供だな。あんなことぐらいいつまでも。ねえ、親と離れて暮らしたいなんて言ってるけど、本当は甘えたいだけじゃないのかな。やばい、これ確信やぞ、多分。図星やぞ。なあ、君に何がわかるって言うんですか。知りもしないことで適当に言わないこってもらえますか。おいおい、やめろって、二人とも朝から喧嘩なんて。だって、みなほくんが、もう小学生みたいな言い訳すんなよ、ほら。来たわよ。ザ監督。うっす。次はいよいよ、アジア予選準決勝。みんなよくやってくれた。期待以上の活躍だ。だが、今の力では、アジア予選を勝ち抜くことはできない。いや、ダメなの？頼むよ。え？ついてこい。あ、ちょっと待って、これあれ、次回予告であったやばいやつや。ホームエリアの受付ゲート。先行ってるわ。ミサイルが飛んでくるぞ、多分。え？何？何があったかな？行ってみよう。やばい、ミサイルはちょっと楽しみ。さて、ホームエリアの受付ゲートに何かがあるはず、行ってみましょうか。受付、こっちね。あ、そうか、真ん中の奥が、ミーティングルームだったんだね。はい、ここかな？受付。うっす。黒岩さん、なんすか？なんだ？ここに何があるの？言うんだ。ここで待て。うっす。え？わ！
こんなとこに階段あったの？さあ入れ。稲入れ名物、すごい技術。いつ作ったのかわからない施設。やっぱこれ稲光修練所っぽいやつじゃん。絶対。俺こういうの好き。ふむ。なんもないね。うん。なになに？暗くなった？おかしいでしょ！なにこれ？わわわ？どこここ？河川敷のグラウンドやん。瞬間移動ですか？え？これはホログラムだ。ホログラム？映像ってことっすか？そうだ。だが映像ではない。お前たちの脳に信号を送ることで、本物と同じ感覚が再現されている。嘘だろ？どんな未来の技術や。あ、戻った。すごい。今日からお前たちはここで特訓してもらう。私の作らせた特訓場、ブラックルームで。ブラックルーム。ここで特訓？なんかとんでもない仕掛けがありそうだよ。でも特訓すれば、パワーアップできる。みんなやってみよう！ああ！さあ、ブラックルームで特訓できるようになった。ここで特訓すると、能力がやっぱ上がったりとかするって感じなのかな。後のことは水川に引け。あっす。あざしたー。さて、ブラックルームの説明聞いてみよう。ねえ、葵ちゃんどう思う？サッカーガーデンの地下にこんな場所があったなんて知らなかったわ。ねえ。なんかただ広いだけの空間なのかな、ここってやっぱ。ねえ、やっぱ広いだけですね。やっぱ、グラウンドクラスに広いところ、ただ広い空間ですね、ほんと。そこにボールぶつけたら壊れんじゃん。テーマ君にこのブラックデータ渡しておくわ。何ブラックデータって。ありがとうございます。ナンバーワンだって。いっぱいあるのかな、ブラックデータ。このブラックデータを使えばブラックルームで特訓ができる。それと特訓するには熱血ポイントが必要になるわ。あ、ありがとうございます。さあ、熱血ポイントももらった。いくらもらったんだろう。たくさん？さあ、ブラックルーム。コンピューター調べるとトレーニングメニューが起動する。トレーニングで能力値をアップさせたい選手を選ぼう。あ、特訓がここでまとまったって感じなのか。トレーニングのモードを選ぶんだ。ハテナのパネルは選べないから、専用のブラックデータを手に入れよう。トレーニングモードごとに必要な熱血ポイントが違う。で、トレーニングに応じてもらえるトレーニングは、選手の能力値に自由に振り分けられる。ただし、伸びしろがゼロになってしまうと、それ以上能力値はアップできなくなるってやつ。はー。まあ、基本的に、平均的に能力を上げるよりも、なんか特化するといいってやつだよね。じゃあ、装置調べるんだ。さて、なんか鍛えてみましょうか。まあ、とりあえず、テンマーからかな、まずは。スクワットができる。ねえ、やってみましょうか、スクワット。えい。選んだことない特訓です。ヘルプ見てみますか？見てみましょう、ヘルプ。A ボタンを押せ！今までのやつですね、これは。さあ、雪だるまスクワット！あっ、で、どすこい！大成功！ウルトラスクワット成功です。やったぜ。さて、トレーニングポイント、8ポイントゲットしました。これをね、自由に振り分けられます。何振る？でも、テンマってドリブルでしょ？ドリブル特化でいいんじゃねえ、とりあえず。ドリブル特化で。ね。さあ、振り分け完了です。まあまあで、この特訓ならどうかしら。何？ブラックデータ4もらった、ありがとう。あざざざす。よし、次の特訓だ。さあ、いろんな特訓ができるね、これ。嬉しいな、ブラック特訓、ブラックルームで特訓しよう。ポイントどれくらい使ったんだろう、今。で、剣鍛えるか。剣はね、シュート、キックだけをひたすら上げたいと思ってるんですよ。ねえ、そうです。爆裂ドリブル。次々襲いかかる爆弾やミサイルを華麗にかわしながらドリブルを続けよう。え？どうしようかな、これ。一回、剣ね、スクワットしていい？はい、一回こっちやるか、とりあえず。そうです。ねえ、ヘルプ見てみましょう。だって、爆裂ドリブル。ボールがキープしてる間は、放っておいても点数が、入り続けるぞ。さらに、ドリブルで移動してる間は、もっとたくさんのポイントが入る。ボールキープする間はドリブルして続けるのが高得点のコツだ。そして、上から降ってくる爆弾。前後左右から降ってくるミサイルに注意だ。ねえ、爆風に吹き飛ばされると選手がボールをこぼす。ボールをキープしないと点数が入らないので急いで拾いに行こう。で、ミサイルが来るときは警告のマーカーが出てくる。ちゃんと見ていきましょうって感じね。で、レベルアップに応じてどんどん難しくなってくる。ポイントスターを取ると点が手に入るぞっていう。で、プラス時計を取ると、ね、残り時間が増えるぞーってやつ。で、アイテムボックスにはアイテムが手に入る。めっちゃええやん、これ。特訓レベルが高い時に獲得するほど貴重なアイテムが手に入る。さあ、タイムアップすると時間が終了だ。軽快なドリブルでハイスコア狙っていけーってやつです。
ではやっていきましょうか。レディー。え、これどの画面でやったらいいやろ。これをちょ一回半々でやらして。あ、なるほどなるほどなるほど。ちょっと待って、ちょっと待って、これ一回待って待って、ポーズ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 、待って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 、これ上画面でやろう。上画面で、これめっちゃ難しいんだけど、これよいしょ。だってとりあえず皆さんひたすらゲットしていきたいと思うんですけど、これね地味に難しいんですよね。よいしょ。最初ね、よいしょ、この画面の制御になれなかったですけど、これめっちゃやりづらない？これほんとよう、できるな、これ。さあ、レベルどんどん上がっていくぜ。アイテムボックスくれ、アイテムボックス。アイテムが欲しい。さあ、ミサイルが来る。赤いマーカーがミサイルの証だから、それに、だけ気をつけとけばええって感じですね、これは。さあ、まだレベルアップ。さあ、時間制限が増えるやつ。まだ1分ぐらい増えるんだけど。さあ、これがどれぐらい難しくなってくるのか。ね、まだね、ぶっちゃけ全然難しいとは思わないぐらいの難易度ですよね、正直言って。よいしょ。さあ、まだレベル上がっていく。レベル5です、今。うわ、あ、あ、あかん、これ、難しくなってきた。難しくなってきた。さあ、実感増やすやつ。ミサイルもろていくやつ。いや、むずい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 。爆弾。危ない危ない。よし。あれ、ミサイルの数が減ったね、また。さっきのが、おが、っと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 、あ、いって！さて、よいしょ。初めて当たっちゃったミサイルに。よし。さあ、時間がまた10秒増える。え、これ無限に遊べるやん、こんなん。なあ。そろそろ終わっちゃうと思うけど。よし。まあ、別にボール持ってるだけで点数入るからね、最悪。よいしょ。動かなくて、ね、様子見してるだけでもいいと思うんだけど。よし。さて、アイテムボックスが1個もない。やっぱ、貴重なアイテムはあんまり上げる気がないってことですかね、このゲーム。ね。よし。わあ、なんか星のところにミサイル重ねてく、いってー、やばい、普通に難くなってきた。爆弾の落ちてくる速度が速い。なんていうか。さあ、ミサイル避けて、いいよいいよいいよ。で、ゲット星ちゃん。でかい爆風。で、いいね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 。ダイダラ最強伝説。さあ、またレベルアップ。星ゲットしてほしいな。よし。星の位置も遠くなってきたな。よいしょ。さあ、これでゲット。さあ、時間的にもう終わりそう。アイテムボックスが一切合切ないのが気になるぞ。一切ない。さあ、時間終了。タイムアップ。レベル11で終わり。まあ、ぼちぼちだったんじゃない？これでは。めっちゃ操作しづらかったけど。え、獲得ポイント5ポイントだけなの？今のって。俺結構頑張ったと思ったのに。ポイントの振り分け終わりました。もっと高くいけたよね、多分。序盤のちょっと画面切り替えがね、大変だったけど。さあ、それから俺たちはブラックルームで特訓を続けた。大変や、これ。みんな基礎値上がったんちゃう、これで。ふぅ、特訓クリア。やったね。大変だったわ、でも。どや、結構ハードな特訓だったね。これ続けたらパワープレイ基礎だ。だけど、妙だと思いませんか？サッカーでここまでするなんて。このブラックルームにかかっているお金はおそらく数十億は超えてる。ねえ、そもそも僕たちのようなメンバーで代表を戦わせて選んで戦わせるなんて不自然だよね。まあそれはもう不自然すぎる。まあいいじゃない、なんでここまでって感じするけど。でもいないね、無印の頃なんてねえ、専用ジェット機があったりとかさ、だからもっと金かかってたと思うで、多分。このまま特訓続けたら優勝できるかもよ。え、優勝？ちょっと待って待って待って、優勝するまでやるつもり？どういうこと？だって監督のこと、参加条件は、参加することで優勝じゃないんだ。あ、そういえば今やめても守ってもらえる？確かめてこようか？いや、その必要はない。条件はどうだろうと俺はサッカー続ける。自分の中の熱い思いと、ちょっと向き合うかと思ってな。まあそれが今サッカーってことだ。熱い思い、そうかもね。お前らどうすんだ？俺はみんながやるって言うならやるよ。協調性の塊やな。俺もやってもいいかな。俺も続ける。納得がいかない。いぶきはな、神様に認めてもらえるまでやるやろ。僕はわかりません。重要なのはあくまで条件は持ってもらうことですから、真鍋はまあな、もやしっこやしな、結構。コナーどうする？え？うちは、もうはっきりしないな。ごめんなさい。
なあ、モリム。ああ、声かけらんない。みんなお疲れ様、準決勝の相手に決まったわ。草が落ち込んどるで。相手はタイ代表のマッハタイガ。5対0でカタール代表に勝った、デザートライオンに勝ったって。やべえじゃん、デザートライオン負けたんだ。5対0ってカタール代表のデザートライオンってそんな弱いチームか。いいえ、ねえ、前弱いどこか前評判じゃデザートライオンが圧倒的有利だった。そういえばこの大会はねえ、番狂わせが多い。実力が高くないはずのチームが勝ち進んでる。今頃気づいたんですか。いずれにしろ優勝だなんて気が早すぎたみたいですね。なんで喧嘩越しになってんの、真鍋くん。ん？なあ、お前たちまた喧嘩してるの？そうなるのかな？喧嘩なんてバカらしい。他人で分かり合えないんだから、ねえ、表面上うまく付き合っていけばいいんだよ。え？もう、真鍋くんの闇がすごいぞ。まあ、あたいがに負けないぞ。もっともっと評判続けて、絶対勝とう。あう！へえ。でも、人間、みんな瞬きみたいなとこあるよね。うん。表面上だけ仲良くしとこうみたいな。やばい関係ってやつ。特訓終わりにする？ちょ、待って、ちょ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 、待って、もうちょっとやらして、特訓。剣が、やっぱ俺たちのエースなんですよ。シュート。わかる？一応ね、瞬きもシュート上げときたいっていう気持ちもあるんだよね、瞬き。で、スピードが速いから、スピードを生かすっていうのもありなんだけどね、瞬きは。まあ、とりあえず、あ、テーマじゃない、テーマじゃない。剣が、スロットやりましょう、一回。剣スロット。うっしょ、うっしょ、うっしょ、はい。よし。素晴らしい。すごい顔してる。で、これキックに振っとこう。素晴らしいね。で、ね、瞬きに至っても一応シュート力上げておこうかと思います。瞬きシュート。レッツゴー。よし。いいね。さあ、3ポイントだけ振っときましょう。まあ、こんなもんだけでいけんじゃね？あとは、コノハちゃんがやっぱぶっ壊れてたよね。なんか、ブロックが高すぎる。72っていう、やばいよね。ブロックはみんな高いんだ、意外と。鉄角も。ねえ。で、なんかよく見たらみんな技を覚えてんだね。だから、ブロックがぶっ壊れてるコノハちゃんは、ブロック上げとこう。コノハちゃんぶっ壊れブロックマンだからね。お前、よう乗ってるな、それ、スクワットを。なあ。お前、運動神経悪すぎる！へーって。くそー。で、ブロック上げとこう。もう一回やろ。コノハ、コノハ頑張って。できるまで今日は返さんからな、お前。なあ、スクワット諦めなければできる。だろ？うわ！やばい！根性入った！大成功。熱すぎるやろ、これ。ねえ。ブロック振っとこう、これで。やべ、ブロックマンだ。インターネットブロックマン。ねえ、ブロック81ってやばいぞ、この数値。で、いぶきも一応上げとく？いぶきキャッチ上げとこうぜ。いぶき。ミサイルはめんどくせえから、とりあえず基本これで上げてこう。長いんだよ、マジで。いぶきはキャッチをマジで成功させねえと。でも、だいたいね、イベントで点数入れられるっていうのが、もう、このゲーム、稲妻イレブンだわ、ほんと。よし。じゃあ、終わりにしましょう。はい、終わりー。今日は休んでね。さあ、みんな強くなったんじゃね、これで。この葉どうした？今やぞ、草か！この葉ちゃん？うっち、こんな特訓も、やっぱうちは、スクワット頑張ってたやんけ、お前。この葉ちゃん帰らないの？この葉ちゃん逃げるように帰ってったよ。ねえ、苦手なんですかね、人間が。次の日の早朝。あら、猫だ。犬かもしんない。おいしい？あ、猫だった。よかった。腹減ってきた俺も。みんなお腹が空いたなんだね。コナちゃんおはよう。あ、猫逃げちゃった。おはようございます。葵ちゃんタイミングが悪い。いつもここに来てるよね。猫好きなんだ。葵ちゃん猫を逃がしといて悪びれない。はい。そっか。このはちゃん、はい。悩みとかあるなら聞かせてくれないかな。これでもマネージャーだし。逃げるぞ。聞いてどうするんですか？え？どうするってそれは。うちのこと、笑い物にするつもりなんでしょ？なんでそんな卑屈なんだよ。ごめんなさい。ごめんなさい。言っちゃったよ。
人付き合い得意じゃないですね。また瞬きに弟子入りした方がいいで。ああ無理しない方が身のためですよ。そっちも苦しそうに見えるけど。喧嘩すんなお前ら。いい感じのライバル。何やってんだあいつら。全然わかんない。来い。さあ剣のキック力上げたシュート。あー強すぎる。いぶき？大丈夫だ。力では負けてないはずなのに何がいけない。ねえキーパー誰か三国さんとか呼んでこようよ。森村来てないっすね。うん今朝あったんだけど。大変大変大変だよー。どうした？おばちゃん。何？今日はカレー？どうしたんですか？すごい動きしてる。このはちゃんが宿舎出て行っちゃったんだよ。え？あの子部屋置き手紙があったりこれだよこれ。このまま稲妻ジャパンにとどまる自信がありません。この葉。行っちゃったよこの葉。森村は悩んでんすよ。あいつ自分がチームのお荷物になってると思い込んで。このままじゃあいつ辞めちまうかもしんねえ。いやもう辞めてんでしょねそれ。この葉のことは放っておいてあげる方がいいかも。あの子すごい内気でしょ。大勢の観客の前でサッカーするのきつそうだし。確かに彼女に日本代表は重すぎるかもしれない。いや真鍋お前もやぞ。彼女には闘争心というものがないからね。サッカーという競技は本質的に向いてないって僕は思う。みんな何も分かってないんだな。あいつは大したやつだよ。俺が自分自身と向き合ってないことを一目で見抜いたから。森村は本当はサッカーがやりたいんじゃねえか？草か。あいつの心閉ざしてるもの、俺に似てんだよな。自分自身に向き合えないっていうか。この葉探してくれよ。まあ、この葉なんかステータスやばいもんね、あいつ。なんか、なんだろうな。トラマルに近い感じ？強すぎるゆえに、ねえ、いじめられたとか、そんな感じかな。わかんねえけど。そうだと今日は現場から。まずは部屋に行ってみよう。女の子の部屋入ろう。葵ちゃんも、どこに住んでんだろう。さあ、この葉が仲間から外れた。鍛えててよかった、何でも。はい、じゃあ手がかり探しましょう。さあ、じゃあ皆さん今回はこれで終わりたいと思いますね。稲妻イレブン GO ギャラクシーね。だいぶやっぱストーリー面白くなってきました。どんどん一人のキャラクターね。やっぱ知らないキャラクターをどんどん掘り下げていって、ね、どんなキャラクターなのか分かってくるとね、やっぱ愛着湧いてきて、どんどん好きになってきますね。また次回以降もね、次回のコノハのお話、どんどん見ていきましょう。また見てください。あつぽよ、じゃあどん。